JMax は対話的なリアルタイムミュージックのための高モジュラービジュアルプログラミング環境である。JMax はIRCAMのリアルタイムチームによって開発された。ピュアデータ及び MAX に似ている。1997年に公的に発表され、2003年に最後のIRCAM版が発表された。2008年の8月にマウリツィオ・デ・チェコとエンツォ・マギーによって、JMax の開発の再開が決定された。最後の版は IRCAM によって2004年に作成された。JMax4X はプラグインインターフェースが完全に非互換になっており、その最も実用的な成果である2001年の最終安定版である 2.5.1 の大抵の利用可能なプラグインは未だに移植されていない。いくつかの機能が新しくなった。JMax4X は2007年にピュアデータに移植された2005年の MAX のライブラリーが再利用されている。最初のリアルチームはフランソワ・デシェルによって指導され、マウリツィオ・デ・チェコやエンツォ・マギー、ノルベルト・シュネル、リカルド・ボージシーが含まれる。2008年にオリジナルチームが JMax Phoenix 計画として開発を再開した。ありがとうございます。